Y.S.L. リブレ、香水ポップアップが話題沸騰、ナンバー・アイメンバーの魅力と人気の背後に迫る。ポップアップイベントに300人の行列、Y.S.L. リブレがファンの心をつかむ。最新の香水トレンドとして、イブ・サンローラン、イブ・ズ・セイント・ロロン、以下 Y.S.L. が展開する、リブレ・リーブラシリーズが注目を浴びています。 11月26日まで表参道ヒルズにて開催された YSL リーブラスタンドではナンバーアのメンバーである平野市を神宮寺優太、岸優太が登場し特別なタイアップコンテンツがファンたちを引き寄せました。初日から300人もの行列ができ、その人気は初日だけでなく2日目にも続きました。 YSL リブレの人気、メンバーの香りがファンに愛される。ポップアップスタンドでは、メンバーそれぞれがまとった香水がファンたちに大きな反響を呼び起こしました。具体的には、リブレオーデパルファム、50ML17,600 円が平野仕様の香り、リブレオーデパルファムアンタンス、50ML19,580 円。 が、神宮寺ゆうたの香り、リブレオーデと割れ、50ML15070 円が、死ゆうたの香りとして親しまれています。これにより、香水は商品だけでなく、メンバーの個性やファンとの結びつきを象徴するものとなりました。ファンの熱狂、300人の行列と待ち時間の舞台裏、 開店前に100人以上の行列ができるなど、初日からポップアップスタンドは大いに盛り上がりました。2日目にはなんと300人もの行列が形成され、入店まで3ケラ4時間もの待ち時間が続く事態となりました。メインエントランスでのタイアップ動画放映と無料サンプル配布も、ファンの熱狂ぶりを物語っています。ただし、路上に人が集まりすぎてしまい、 動画放映は一時的に中止されるなど、大勢のファンが訪れたことでイベントが一時的に混乱した模様です。ファンの声、仕事休憩時間を利用するなど、多様なファンの参加。興奮冷めやらぬ中、ポップアップスタンドに訪れたファンたちは様々なエピソードを披露しています。 中には仕事の休憩時間を利用して訪れた人もおり、スペシャルムービーが見られなくて残念。でも潮君の香りが試せて嬉しかった。3人揃ってメディアに登場するのは、ナイロンの表紙とこの YSL で、久しぶりに姿を見られた、といった声が寄せられています。 これは、ナンバー I のメンバーがファンにとって特別な存在であり、その登場が待ち望まれていたことを示しています。YSL の PR 担当者のコメント、ナンバー I の選定理由と驚くべき売り上げ。YSL の PR 担当者は、 ナンバーアイをリブレのコンセプトと世界観を体現するグループとして起用した理由について新たなステージに挑戦する3人はまさにリブレのスピリットそのもの、そしてブランドのシックで宣伝されたイメージにもぴったりの方々だとコメントしています。このコメントは ナンバー I のメンバーが YSL のブランドイメージと調和する点を強調しており、単なる広告出演ではなく、コンセプトの共鳴が実現していることを示唆しています。また、売り上げについては、当初の予測を遥かに超え、初日は予測の5倍以上となった。これから先も商品の調達に最善を尽くすが、欠品するタイミングが出てしまいそうだ。 と述べ、驚異的な反応に対する喜びと課題を語っています。EC サイトでも解禁から3時間以内に品切れが発生し、一時的にキャンペーンの全アイテムが欠品した状況が報告されていますが、現在は在庫が復活しているとのことです。No.i と YSL 新たなフレグランスの成功の影には何があるのか YSL のリブレシリーズのポップアップスタンドが大成功を収め、ナンバーアのメンバーがその成功に大きく貢献していることは明らかです。ファンの多様なエピソードや YSL の PR 担当者のコメントを通じて、ナンバーアとリブレのコラボレーションがなぜこれほどの注目を集め、なぜ売上が驚異的な数字を叩き出したのかが理解されます。 ナンバー・ I のメンバーが、リブレの香水をまとい、ファンたちがそれぞれの香りを楽しんでいる姿は、商品そのものを超えてエンターテイメントとして受け入れられていることを示しています。また、YSL の PR 担当者が強調したように、ナンバー・ I が、リブレのスピリットを体現している点が、このコラボレーションの成功につながった要因であると言えるでしょう。 この成功は単なる商品の売り上げにとどまらず、ブランドのイメージ向上やファンとの結びつきの強化にも寄与しています。今後も YSL と No.I のコラボレーションがファッションとエンターテイメントの融合としてどのような進化を遂げるか期待が高まります。進化を遂げ